原拓也と言います。根本と申します。根本健太郎です。今井崎です。栃木圭です。西野嵐です。清野和樹です。匠です。谷崎志保です。根本と申します。西野文弘です。岡田優太です。畑雄介です。本当にいつも通りベストをみたいな、ベストというか、まあ、全力で心を燃やしていきたいと思います。本日もですね、たくさんのお客さんも来ていただいておりますので、年末にいやクリスマスの行事に向けて、全てのお客様を幸せにできるように、しっかりと一人一人のお客様に向き合ってやっていきたいと思ってます。お願いします。まあいつも通り、まあゴールドの、まあ、信念が、まあ、お客様、来てくれたお客様を、まあ、幸せにすることと、まあ、かっこいいしかっこよくするってことになって、まあ、それを常に更新していくことを、まあ、いつも通りやっていくだけですだけですまあ今日だからというよりかは毎日なんですけど、お客様は今日一日しかないと思って来るんで、まあ、そこに対してしっかり向き合って、日々本当に同じことなんですけど、日々ただ向き合う、それだけです。まあ、年末でお客様たくさん来ていただくので、まあ、それはこう美容仕事として、まあ、嬉しいことなんですけど、まあ、お客さんに負担がかからないように、まあ、全員の満足度を高めて営業できればと思っております。ここに来ていただいたお客様全員幸せにして返します。本当特別な一日にできるように精一杯そのアシストをしていきたいなと思います。でも寒い中足を運んでくれたお客様全員に最高の、まあ、幸せを届けられるように頑張りたいと思います。常に全力で突っ走ってやっていきます。まあ、やっぱり土曜日ということでたくさんの人にご来店いただいているので、まず全ての人に感動と笑顔を届けたいと思います。いらっしゃいませ。少年かよ。このクリスマス前にだから結婚ってどっちかというと港だなみたいな、港があるから思い切ったためやってみようかな。わかりました。わかりました。わかりました喋らざるを得ない。うん。いや、それはそうですね。ちょっと壁上げ上げるよ。あ、お願いします。よっしゃ。一瞬日本語わかんなくなったから。いつも違って今日初めて来たんですけど。ちょっと。脱がないと分かんねえな。今のツーブリーチで行ったらそれぐらい。頑張るわ。お願いします。そうだね、8回やって切れてない方が奇跡だよ。グリーンぐらいかな。しょうがないですよ。ティロ
石が出る。でるるるん。はははは。シャーテレありがとう。ははは。お前さ、すぐお前さ、お前さ、全部困ったらそれじゃないですか。あー、美容院、いけないの。なんで？なんで？なんかさ、気使っちゃうし。ああ、わかるかも。クリスマスどちら行かれるんですか？職場？はい、中絶中。最後出したらすんねん。マジかみたいな。大変のお兄ちゃん。俺らのなんか面接とか結構ある。エロメセンター。よしとー。ブラブラせねえよバカお前ね。どういうこと？ブラブラねえだ。タイム。バリカタマシマシ、はい、ありがとうございます。その棒って何の？これは髪にゴムの肌がつかないように防止するための棒です。これ一個ちょっとやってあげるだけでさんか今泉からだからね。二人っすか。ああそうだよ。バチバチやっちゃうよ。大丈夫です。Okay、はい。なんか画像とかある？画像。うわだいぶ短いね。はい。牛島パイセン。これ最近見てて、うん、まあこれ見て単発いいなと思って。俺みたいにこれ刈らない方がいいってこと？ああ、いいね。飽きた？正直。もう過去一いいパーマで、特に僕的にはここがすごい気に入ってるので、本当に中村さんにはお世話になりっぱなしで、本当にありがとうございます。過去一いいです。でねねねねねねね。かけます。はい、お疲れ様でした。おはい、めっちゃ上手。全然違う。久しぶりにバンプでさ、やべえって思った曲あって。懐かしのやつ。いや懐かしい懐かしい懐かしいって言ったらそこまでじゃないけど、やばかったマジで。あっちのアルバム、バタフライ。あ、バタフライ。バタフライの
バタフライの流星群。あ、流星群やばい。シャイは久々。あれ、確かに夜のちょっと落ち着いた時間に行ってもいいかもしれない。夜ね、2時半ぐらいに本書きながら心が折れそうになってる。あ、そうそうそう。おお、お姉さん、あれですね、すごく人間味のある方で、すごい距離が近くて話しててすごく、楽しませてもらって、髪置き以外のところですごく、いい人だなって思わせてくれる偉大な方です。チャラい、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 ありがとう。毎年冬これ言ってるわ、寒すぎて。でもずっとそのイメージですね。でしょ、俺もずっとこれだもん。今日の感想、はい、タンクトップ寒そうっす。ふざけんだ。ありがとう、お姉ちゃん、ありがとう。今年も寒い。ありがとうございます。気をつけてね、コロナだけ。ありがとう。はーい。寒い。そりゃ寒いっす。コスメクリームってもうなくなったの、なんかストレート剤。よほどもそのあれでもいいです。こっちはアフタークリーム。はい、あ、そういうことね。はい、うわ、俺が体で作ろうとして用意したやつ使ってる。使ってないでしょ。うわ。タクミン切れ。あ、もう二度塗るんだ。あのさ、80多分足らないよ。あそこのさ、あのコーマにフォークリームしたの、佐藤さんだった。根元で手作っていい。根元で手作っていい。そうそうそう。で、二席が今なくて、で、まずその時点で開けろって今俺言われてて、で、ご案内行けてなくて、どこのご案内？で、キヨさんのご案内が詰まってますんで。はい、あと17分。で、キヨさん、現場の裏無理です。あの、シャンプー終わってからじゃないといけない。すいません。で、行ってないんで。どこ通すの？パンパネ。フロット大丈夫？やばいよ。もうちょっとだけご案内します。はい、今日どうしますか？はいはい。それ以外がブリーチ1回と、カラー5回ぐらいしてて、はい。パーフェクト開けるしか大丈夫ですけど、もしやるとしたら足元でしょ。どうでしょ。ちょうど言いたいぐらい。確かに生まれた時写真撮る最後。お疲れ。ワンションラン。はい、じゃあ今日は3、チーズ。ありがとうございます。 Thank you。 ありがとう。いつもありがとうございます。また来年よろしくね。そうですね。いや、もういつ もうバチバチに決めてもらって最高ですね。ありがたいです。お願いします。はい、じゃあ、ありがとうございます。感情持ったら超いいやつって、なんかただの暴君だったの。そうそうそう。
あれも来たっしょ、美容学生の雑誌の取材。わーっつって。ああ。今日めっちゃ楽しいですね、やっぱこれ。この感じやっぱ。ゼリーらしくなった感じありますよ、先生。今日は。めっちゃ楽しいですね。どこか。どこか。久々に素で普通の聞きましたわ。ネタとかで普通の素の最高回久々に聞きました。最高回な。気抜けてるとこ撮ってください。いやいやいや、これがもうリアル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 。毎回なんかモサモサになっちゃって、うん、だったんで今日めっちゃ軽くなって超良かった。全然全然です。楽しみです、これから朝が。初めてあの中村さんにあのカットしていただいて、結構友達とかから評判とか聞いてたし、インスタグラムとかも見ていて、すごくカリスマ性があって一度行ってみたいなと思って今日初めて来れて、本当にカットの一つ一つの工程がすごく細かくて本当に感動しました。自分もそんなような美容師になれたらなと思います。はい、やってみます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。はい、お願いします。寒いっすね、マジで。ありがとう、一緒。ありがとうございました。また来年も。そうだね、また来年。いつもありがとうございます。なっちゃった。コロナ気をつけてね。 ありがとう、1年間。また来年も。また来年。はい、良いお年を。またね。はい、で僕の人生が一番楽しいです。レベル低すぎる回答だな。